ちは。私たち諸国漫遊アイドルレミトです。まずはレミトの意味について紹介していきたいと思います。レミトのレはリバースのレ、レボリューションのレ、レレレのレ。私たちは日本一のご当地アイドルを目指し、茨城水戸の魅力を全国に発信していきたいと思います。それではメンバーの自己紹介、レオちゃん。はい、みんなどうしたの？痛い痛い。みんなの化粧版、赤色担当15歳レオです。みんなの傷、治しちゃうぞ。イエイ。ありがとうございます。続いて、歌ちゃん。はい、茨城大好き、ヒーロー大好き、みんな歌が大好き。ありがとうございます。レミトの青い炎、17歳歌です。よろしくお願いします。イエイ。このレミトのメンバーもよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速1曲目聴いてください。茨城おいしいパラダイス。この場所で大切に育てられた大親友はスイカ、スイカイチゴなしブドウ、みんなとてもジューシーなの、モテモテの箱入り娘。メロンだって悩む時もあるけれど、夢があれば頑張れる。いつか都会のおしゃれなカフェのとっておき、私の名前はレンコン。一口食べれば誰でも虜になっちゃうの。シャキシャキの食感がたまらないって言われるの。この穴を覗いてみて、未来がほら輝くよ。茨城のおすすめはって聞かれてもありすぎて困っちゃうわ。白菜、水菜、チンゲン菜、ほうれん草、ネギの新串、椎茸とは何もかも最高にうまかんべ。茨城バラ色おいしいパラダイス、全国一位がいっぱい食卓彩っています。茨城生まれのプライドを試しやがれ。茨城代表スイーツ、私の名前は欲しいも、性格は素朴で天然、甘くてとろけちゃうの。ライバルの梅はお料理に、お菓子に大活躍。欲しいもだってすごいのよ、栄養もたっぷりなの。元気出したい時は芋栗かぼちゃ、
らきを食べよう。ワカサギ、ハマグリ、シジミ、シラス、ヒラメ。あんこ鍋の発祥の地も茨城だって。人参、ピーマン、シソ、トマト、キュウリ、ミツバ、シャレット、ラッカセイ、イタチ、オーグロ、ユウガオ、イチジク、リンゴ、ナス、ブルーベリー、こんにゃく、そら豆、レタス、パセリ、カリフラワー、ありがとうございます。それでは続いての曲いきたいと思います。はい、それでは聴いてください。そう、キラ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 気持ち弾けて、クラ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 しちゃいそうなくらい、ときめき止まらない、君と君と妄想、なら清楚系でもちょっと攻めるならゆるふわ系、このままじゃ決まらない方エヴァ、続けば時計は PM11、 考えれば考えるほどどうしよう、眠れない明日もっと君に近づけるように、手をつないで、キラ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 気持ち弾けて、クラ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 しちゃいそうなくらい、めき止まらない、ずっともっと君の隣で、くる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 巡る季節に、ダラ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 メロディーを添えて、歩幅を合わせて、君と君と妄想で君と、そんなこんなで幸せ、きっときっと素敵な時間になるでしょう、間違いない、君の横顔がぐるぐる回って、もう離れない、くる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 巡る季節に、ダラン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 メロディーを添えて、歩幅を合わせて、君と
これでちょっとおしゃべりの時間を、はい、そうですね、挟みましょう、挟みましょう、挟みましょう、そうですね、そうだね、やっぱりでも、うん、今日来ていただいた方には、うん、先週まだ来れてなかった、先週はですね、足利の方でライブと、次にある CD のレコーディングをしてきたんですけども、はい、それのお話をちょっとしようかなと、そうですね、思いますね、改めてね、はい。そう当日はねどうでしたかみたいなのをね、うん、あの皆さんでの前でお話ししたんですけれど、ね、やっぱ改めてお話ししましょう、どうでした、どうでしたそうですね、やっぱり私たち何回も言ってるんですけど、うん、初レコーディングということで、うん、あのマイクに向かってマイクの先の皆さんに向かって歌ってたんですけども、こうしてライブとはちょっとまた違った気持ちでね、心を込めて、まあ、いつも心を込めてるんですけどね、もっともっと心を込めて歌えたのかなっていう感じですね。それはあるね、ありますね、表現の仕方をさこう変えてみたり、うんうん、あの自分のやりたい表現の仕方をやってみて、うん、それをあの作曲者さんの方に聞いていただいて、すごいいいよって言ってもらえると、うん、あこれでみんなに届けられてるんだって思うとね、うん、なんか安心するし嬉しくなる、ね、うん、そうそう嬉しかった。それでですね、うん、あの私歌から言いたいことがありまして、あの一部見てくださった方いますか、見たよって方1回目、あ結構いらっしゃいますね、ありがとうございます。その時何か気づいたことございませんか。何、ナナナエブリデイの後半のところのあと音とちょっと歌詞が変わりました。そうなんです、レコーディングを踏まえて、あのですね、ちょっとね低いところがあったんですけれど、うん、それをもうアップアップの感じ、あのね高い感じになって元気な感じがより追加されましたので、そこ気づいてくれたかなと思いましてちょっと改めてね私の方からお話しさせていただきました、うん、そうだねー、ぜひ、あーありがとうございますここにもねまた注目して聞いていただけたらなと、ねねうん、思いますね、はいそんな感じで、ね、続いての曲にはい、行こうかなと思うんですけども、続いての曲は何ですか、はい、続いての曲はですね、ナナナエブリデイでしょうね。えあれ違った、私の曲とは違うな、あれ次の、めっちゃ次の気持ちで話すか、今でよ次になんかね、うん、サプライズがあった気がするんだよね。そうでした、そうでした、忘れてました。あよかったよかった、はい、思い出しました。一部の時にはね、うん、あったんですけども、はい、あったんですけどもというかお話少ししたんですけども、うん、続いてはレオのソロ曲ということで、いやありがとうございますありがとうございます。レオソロで、はい、頑張ります。レオちゃん何歌うんですか。ゆうりさんのドライフラワーを歌わせていただきたいと思います。名曲ですね。知ってる方いるかな、いるかな、いや緊張するよかった、ありがとうございます。いるね、いるね、はい、じゃあソロ頑張ってください。頑張ります。じゃあ歌は応援してます、はい、お願いします。頑張ります。頑張ってね。ありがとうございます。いやなんかこうして皆さんの前でなんだろう、ねみとちゃん以外の曲を歌うっていうのは久しぶりなので緊張しますが頑張りたいと思います。それでは聴いてください。ゆうりさんでドライフラワー。
てたとは思えないほど素晴らしい歌声でしたよ。あ、よかったです。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。聞いていただけてありがとうございました。ちょっとねこのレコーディングの裏話なんですけど、うん、あの2人1人ずつあのレコーディングをしたんですね。その時に作曲者の方にレオちゃんはすごい声質がバラードが似合う声質してるねって言われてて、確かに私もそう思ってて、だから今回ソロやりますってなった時にどんな曲歌うのかなと思ったらね、バラードを選んでくれて私はとっても嬉しかった。うたちゃんがね元気系っていう感じでパワフルな感じって言ってたんだっけ、うん、そう、あのなんだろう、悲しい声って言われて、そうだね、悲しい声って褒め言葉なのかなと、どうしよう、なんかどっちなんだろうってなってたんだけど、うん、ね、よかったこういう曲歌えて、ね、すごい似合うからね、羨ましいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。そうだね、じゃあもう早速ですが続いての曲いっちゃいますか。はい、はい、行きましょう、はい、それではレコーディングした曲になりますね。こちらも聴いてください。7年ぶりでられる、いつもの風景問題ない、過不足ない、でも遅刻ギリギリ、やらかして埋め合わせ、あもう最低な気分で手こずりまして、なんでまだ水曜日飲み会はお預け、かなり平凡な日々もゴールに向けて進むように、まったり過ごしつつやりたいことやってみようか、歌って、はい、まだ頑張ってさ、はい、ほら笑ってさ、はい、ならタイミングで今止め、描く日々と違うけど、これはこれ Happy Everyday、負けなってナイス、ゴロツパしてナイス、夢から生まれナイス、立ち上がれば Light on the feeling、 眩しいほどのその光、君に届くはずさ、 This time to for you、 ナナナ every day、 ナナナ every day、 ナナナ every day、 Let's go for it、 ナナナ every day、 ナナナ every day、 ナナナ every day、 Let's go for it、週末の日曜日、予定詰め込みすぎてドタバタ食って、割り勘のデート代、でもそれが嬉しい、つまるような日常もただただ過ぎる時間さえ大切なことだ、初めてに出会って行こうか、ぶっ飛ばして、はい、まだ踏ん張ってさ、はい、じゃあ笑顔でさ、じゃん、疲れタイミングでいざ飛べ、完璧にならなくてもいいもんだね、 Happy Every Day、 忘れなって、はい、ただ静かって、はい、胸張りたくて、はい、きっとまとめて Light on the feeling、 輝きを消さなくても、君は君のままで Dream come true for you、期待をすぶれそうな不安も、言葉もきっと不意に訪れて、向かい合ってね、歌い合ってね、伝え合って認めたら、涙も笑顔になれる間違いのめくように、君は君だ、ぶつかって、はい、まだ頑張ってさ、はい、ほら笑ってさ、チャンスならタイミングで今飛べ、描く日々と違うけど、これはこれ Happy Every Day、 負けなってない、から突破してない、夢から生まれない、立ち上がれば Light on the feeling、 眩しいほどのその光、
君に届くはずさ Dreams come true for you。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう続けていっちゃいましょうか。はい、大丈夫です。それでは聞いてください。キラリバナミ。君の声をずっと探していたんだ。 What to see 今に魔法をかけたらきっと私もっと素敵になる。追いかけて恋焦がれてあげていけモチベーション。占い気にしてるより自分自身に願いは。 Wanna be 君だけのアイドルになりたいの。準備いいですか。 Wanna be いけてないなんて言わせない。乙女心気なり。 Wanna be Wanna be それそれそれそ未来あくまで世界へ。プロ MIT を一つ進め恋心。はい、せーの。わーおーおーおーわーお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 ーここに。はい、せーの。わーおーおーおーわーおーおーおー人の言葉気にしすぎてばかりのあの頃はつむくたび自信もなくしてたんだ。 Want to see us に誓い立てたらきっと私もっと可愛くなる。背伸びしておしゃれして秋を越してイノベーション。天気予報雨続きでも自分自身に願いは。 Wanna be どうしてもアイドルになりたいの。僕はありますか。 Wanna be 柄じゃないなんて言わせない。乙女心綺麗に。 Wanna be Wanna be それそれそれそ未来あくまで世界へ。世界へと負けるもんか恋心。ここに。はい、せーの。わああ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 あここに。はい、せーの。わあああああああわあああああああ。垢抜けないって言われても MITO、oh! MITO なたが決まらなくても MITO、oh!MITO。
試み。はい、せーの。まだまだいきますよ。はい、せーの。次がラストですよ。はい、せーの。名残惜しいですが、はい、続いてが最後の曲となります、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後の曲に行きたいんですけれど、はい、行きたいんですけど、飲んでいってらっしゃーい。行きます。じゃあちょっとりょうちゃんお話タイムにしましょうか。そう、さっきね7年ぶりでの最後のお話したんですけど、どうでした？皆さん、うたちゃんの変わった歌のところ、書いたところ、よかったですか？よかったよかったよかった。そう、うたちゃんね、その日に変わったんですよ。まあもうなんて言ったらいいんだろう、もうちょっとレオだけじゃ難しいんだけど、その日にレコーディング当日に作曲家さんが変えてくださって、そうだ、ね、曲をね、そう、その音を聞いて一回で覚えちゃうの。いや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 、一回では覚えらなかったよ。あ、数回か。一回、まあ一回、一回だったよ最初の。一回で覚えてってなってた。すごいな、やっぱり。そう、ね、すごかったです。急遽でドキドキだったけれど、うんうんうん、いきなりのね、なんか相談をね、聞いてくださった作曲者さんも、うん、あ、やっぱ素晴らしいなと思ってね。やっぱね、素晴らしい曲なのでね、本当に。いや、そこでさ、初めてオーディションじゃないや、レコーディング現場にさ、行ってさ、やっぱり、なんだろう、こういう音楽に携わる人ってすごいなって思いましたね。すごかった、うたちゃん。これまたショールームでお話ししよう。そうだね。毎週木曜日に、毎週木曜日6時からですね、ショールームという配信アプリで配信をしているので、ぜひそちらの方も見てくださると嬉しいです。嬉しいです。そして来週からですね、山中湖でスパークというアイドルライブイベントが開催されるんですけれど、はい、それの、なんていうの、ステージ争奪イベント、ショールームで開かれるんですけど、そちらの方に参加させていただきますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後の曲の方に移っていこうかなと思います。はい、それでは最後の曲聴いてください。先駆け。味気ない
させていただこうかなと思います、はい、私たちはですね、公式ツイッターや個人のツイッター、TikTok、ショールーム、Instagram、YouTube などたくさんの SNS をやっているので、ぜひそちらの方もチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてですね、本日撮ったお写真や動画などはハッシュタグカタカナでレミーとの3文字で、SNS の方にツイートとかなんかされる場合はハッシュタグレミとでお願いします。よろしくお願いします。で、私たち県内はもちろん県外でもいろんなところでライブをさせていただいております、はい、ライブの詳細はですね、ホームページ、公式のホームページをチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それでは締めさせていただこうと思います、はい、以上、私たち諸国漫遊アイドルレミとでした。ありがとうございました。ありがとうございました。